珍しいからね。ねん。パラありがとうございます。こんばんは。ずっとこの感じだったよ。イエーイ。プルン。おしゃべり会ありがとうございました。まだまだお申し込み中なのでね。ちょっと完売を目指すべく今ブースティーにも書いたんですけれども、狙っている日にちがあるので、もしその日がちょうど空いているよっていう方はぜひお越しくださいませ。よろしくお願いします。来週の20日あ、そう、大釜お待ちしてますね。暑いから涼しい格好してきてって言っても、でもさ、クーラーないとさ限度あるよね。ねえ、無理しないようにいっぱいお水持ってきてください。追加します、ありがとうございます、嬉しい。なんかね、おとといのねオフラインおしゃべり会当日券があってね、当日券で完売したみたいなんですよ。何部だっけ、第6部かな、何部か忘れちゃったけど、当日券で完売になってたみたい。ファンの方から聞いたの、嬉しかった、ありがとうございます。あ、そう、5部だ。うん、嬉しい、初完売だ。うん、ありがとう、ご挨拶に参ります、ありがとうございます、嬉しい。そう、最終部、うん、ありがとう。そう、大釜はね、あの前の大釜は寒かったと思うんですけど、今回の大釜はね暑さでね、また違った大釜らしさを感じることができます。10月7日申し込みました、ありがとう、お待ちしています。10月ね、待ってるよ、うん、結構暑いよね今新潟ね、すごい全国の中でもトップクラスに暑いらしいんですよ。だからうん、下手したら誰か熱中症になんてならないかな、大丈夫かな。うん、ね、大釜って暑そうな名前だよね。首が、うん、ね、タワー立った、ありがとうございます。エンドクニッシュさん、タワーありがとうございます、嬉しい、ありがとう、タワー、よいしょ、ありがとうございます。誕生日タワーかな、ね、台風が気になる。私16日柏崎のねあるからさ、気になる。そう、リベンジで延期になった分なので、もう譲れない、台風には譲りたくない。危ない、台風、ゲゲゲのゲー。ありがとう。
エンドクリッシュさん、タワーありがとうございました。テーテー坊主ね、西の方にずれていくから大丈夫。こっちか。こっちか。ずれてもらいたいね。9月2日申し込みました。ありがとう。私17日ね、リバイバル公演が実はあるんですよ、劇場で。でも私は出ないんですよ、別のお仕事があって。誰か出てくれるのかな、ドキドキ。17のリバイバル、なんか今までさ、アンダーとして出させていただく側だったので、自分がお休みっていうか、自分が公演にお仕事で出れなくてね、他のメンバーが出てくれるっていうのが新鮮で新鮮でしょうがない。多分初めてだよね、今までさ。リバイバル、誇りの丘もリバイバルも全部さ、アンダーだったので。なんかちょっと正規メンバーになった実感が湧いてきた。湧いちゃった。誰なんだ、私の代わりに出てくださるの。よろしくお願いします。中核メンバーねえ、後輩 MC は。いやだってさ、マリナさんとナナミとレイナさんがいたらもうさ、ねえ、あと一人ね、誰でも一緒にみんなで4人で盛り上がれるよ、私じゃなくとも。昇格おめでとう。ゼルダさん、ゼルダさん。そう、日向さんもいらっしゃらないので。でも私もね、誰が出るか知らないんですよ。知らなくて、なんか誰かな予想してる。別のお仕事頑張ります。噂出てる。噂出てる。予想するよね。頑張ります。そうだよ、ずる休みじゃないんだからね。あ、ねえ、イヤホン今ないの。あの別歌いたいんですけれども、イヤホンがない。ピエン、じゃあアカペラで、なんだっけ最初。君が遠い街へ引っ越すなんて、突然言い出すから胸がキュンとして、君の存在に僕は気づいたんだ。あのさ、いや別に、言葉にはできない I love you、幼馴染はなんか恥ずかしい。
どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい、いいか、このままでさよならかな、今日みなさそうにそっけなく元気でな、引き止められない涙出そうだからです。キワキワ、え、いいの？妹が貸してくれるみたいよ。ありがとう。うん、ありがとう。うんうんうん。ありがとう、嬉しい。妹、今日妹が誕生日プレゼントくれた。優しい。すごい協力的だ。え、でも歌えるかな、どうしよう、大丈夫かな、歌ってみますね。あー、クマありがとう、ありがとう、サイレームも音符もありがとうございます。よし、歌ってみる。え、待って、歌えるかな、ちょっと待って、自分の歌わりはもちろん大丈夫だと思うんですけれども、ちょっとその大丈夫かな。ララ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 全員いなすから胸が震えた。
と待って言葉にはできない I love you だからいきなりキスしちゃいました言葉にはできない I love you 幼馴染には何か恥ずかしいどんな時だって友達だと硬い約束をしてきた僕ら今になってどうすればいいこのままでさよならかな今日みんな誘わにとってなく元気だな引き止められない涙が嘘だからありがとうございますありがとうございますちょっとラップのとこ間違えちゃったけどありがとうミラーボールありがとうバラと音符とハートもありがとうございますはいこちらが新曲になります今月の2日にリリースさせたさせていただきましたかわいいありがとうございます初めて歌ったフルでえびっくりこんな感じなんだツインテールかありがとうございます嬉しい初アノベツしちゃいました一番恥ずかしいこのタイミングだけどこの時見逃せば後悔の日々どうするこのままさよならかそうちょっと待ってすごいなんかさリズムテンポメロディーあともう歌詞全部が好きだ後悔の日々ちょっとねラップ間違えちゃったからリベンジしたいかっこいいかなラップ調もう一回リベンジしようかないいですか？もう一回リベンジだ。よし。いきますよ。一番恥ずかしいこのタイミングだけどこの時見逃せば後悔の日々どうするこのままさよならかそう一番恥ずかしいこのタイミングだけどがねこのタイミングだけど一番恥ずかしいこのタイミングだけどこの恋見逃せばあ恋じゃないこの時見逃せば後悔の日々よしじゃあ次私の歌わりのとこ手あげますねララ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 ラI'm not afraid of the dark.
ガレボシと違うと笑ったけど、どんな願いするつもり、どうして僕に言うそっと微笑んで、いつか会いに来て。それってどういう意味？バーエイイカーで会いに行く、ずっと前から大好きでした。ちょっと気づくには近すぎるね、こんな時間で壊したくない、抱きしめなきゃ悔やむのかな、友達で終わった。一番恥ずかしいこのタイミングだけど、この時見逃せば後悔の日々、どうするこのままさよならか。そう、ちょっと待って、答えたにはできない、 I love you だから、いきなりキスしちゃいました。言葉にはできない。ごめんなさい。ありがとうございます。すいません、ダイブしちゃった、危なかったね。危なかったとか、もうちょっと待って、これこそちょっと待って、演出じゃない。ありがとうございました。ラップのところは言えた、ちょっとちょいちょい変だったけど、うん、ありがとうございました。最近帰り渋谷に遊びに来てないじゃん。遊びに行ってないわ。楽しかった。でもラップ楽しい。一番恥ずかしいこのタイミング、いやこれじゃん。だけどこの時見逃せば後悔の日々、どうするこのままさよならか。そう、口がね回れたらいける。楽しいなこれ歌。皆さんもぜひカラオケで歌ってみてください。どうするこのままさよならか。そう。うん、ありがとうございます。おしゃべり会もまだまだ受付中なので、ぜひぜひどしどしお越しください。お待ちしてます。では今日はこんな感じでおいたまさせていただきます。いっぱいギフティングもありがとうございました。シンチャロスさん、佐藤美音子さん、ロヒーさん、カズーさん、坂井修一さん、ニスタムさん、ふわふわさん、ジェイソンさん、こんちゃんさん、すぐさん、文星さん、しんいちさん、ありがとうございます。そして1位は遠藤クリッシュさんです。タワーもありがとうございました。ありがタワーです。みんなもコメントいっぱいありがとうございます。
もうこれからね9枚目シングルのあのさ別にをねいっぱい歌っていきたいと思いますので、じゃんじゃかリクエストしてください。もうね、はい、歌えることが分かりました。まあもうちょっとなんかさ、あのサビ前のなんだっけ、なんか低音と高音みたいな、遠い街引越すなんて突然言い出すから、君の存在に僕は気づいたんだみたいな、あそこ低音と高音みたいな感じで分かれてて、私低音今歌ったけど、でもレックの時確か私高い方歌った気がするから、そうハモリ、そう高い方を歌えるようにします。君の存在にのほか、僕は気づいたんだ、君の存在に僕は気づいたんだ、君の存在に僕は、確か、え確かね高音歌ってた気がする、どっちが歌いやすい、え私こう低音の方がなんとなく下の方が歌いやすい、君の存在に僕は気づいたんだ、はじめまして初見ありがとうございます。はい、成長をぜひ見守ってください。今日はおしゃべり会もありがとうございます。一昨日もねオフラインがあって、で一昨日公演もあって、いろいろつながってました。みんなもお盆になったと思うのでゆっくりお休みしてくださいませ。ありがとうございました。おやすみ。いっぱいお誕生日のお祝いをしてくださってありがとうございます。改めて23歳もどうぞよろしくお願いします。ありがとう。